ったところでしょう。倒されたキャラクターは、さあお互いキープも、おっと大丈夫、サフォックス VS ロゼッタの事故、さあ行きましょう。ステージはスマムラ、さあ行きましょう。ロゼッタの事故、パスター VS フォックス、ミゾ開幕ブラスターはせずに、さあブラスター一発当てていく 1%、 その街に対してこれがあるのが非常にいいですね。ブラスターフォックスのブラスターが X とデラックスのままだったらとんでもないことになっていたんだけど、さあ DA 逆にでしょ、さあ弱弱、さあ上投げ弱で 19%、 C行くかな、さあ差し込んで、さあ横尾、さあこの封じた着地からの影響固め、さあ空母地下に当たらず上投げ空上空上、しっかりジャンプで逃げていく、さあ空母確定確定か、そこの着地だね、空上思わせての素で着地してる、上スマ傘であわや撃墜、さあ横スマチコに当てて、さあ有利展開作っていきたい、さあ下木当たる、さあ空上確定、飛び方がいい、さあしっかり回避で逃げて捕まっていく、あ DA の判定獲得で、さあチコが長すぎ、これはファイアホックスに当てたいところ、受け身が難しい、誰か実況できる人いますね、 DA チコを身代わりに掴んでいく、下京さあこれ届かない、10万台、10万台、コンパクトカルピス、コンパクトカルピス10万台です。ワクさん、さっきここのあれが変わってなかったけん、キャラも決めるの、キャラも決めるよ、これこの右上に出る、ここの並び順になってるから、コンパクトさん、12万台ってとこ空いてる、今試合やってる、1-0、12下ずっと分かる、フリーやってる、12はまあまあいいや、11番、12番台、フリーにします。さあ実況変わりまして、ワックスがお送りいたします。さあ先ほど強烈なバーストを見せたパスターさん、ドリル、上から差し込みたいですね、前から行くと、前から行きすぎてチコのジャックとかに引っかかったらフォックス側きつそうなんで、こういうのありますからね、きついっすね、実際これ絶対きついでしょ、いやいいディレイですね。さあ下強ジャック等でフォックスの接近を仕留めていきたい、ロゼッタに対して早めにチコを処理してロゼッタ本体へのダメージへ移行していきたいフォックス、あーガードが最後まで仕切れない、さすがのミソもリアクション、横尾唐突な横尾、さあジャックに対してクエの選択非常にクレバーですね、怖い、ああいう DA に引っかかりたくない、下封鎖が強すぎて横に飛ぶ、さあ福岡の星ミソ頑張ってほしい、最近メキメキと伸びているフォックス界、スマブラ頑張ってますからね、これがいやらしい、上投げ食え、
作業。はい、2番台でマッサディーン。空中しろ、空中しろ。おお、まだ。さあ、そしていきたい。5球場に対して攻撃上がりで選択していく。空中前。さあ、ダウンはせず。そのパーセントではないか。さあ、チコ復活。また壁ができる、チコの壁。コックス側。差し込めるか。空中した。横強に対して空中した。え、いい選択。スタキオは当たらない。いい行動を選択していく。いい空中しろだが。弱連。しかしフォックス重い。あー、上スマッシュ見せていく。弱連。空中前。弱連。空中しろ。いい差し込み。さあ、チコをしっかり撃制。さあ、復活までの13秒。この間にロゼッタを、ロゼッタ本体を縛っていきたい。いい掴み、前投げ。しかし激戦につながらなければ、ただ戦いを助長してしまうだけ。この執行復活、ウエスマ痛すぎる。めっちゃくちゃ映ってるけど、ちょっと待って、もそれはもう一回やらないと意味がないよ。カメラをでかくするべきやった。すぐいい強すぎましたね。